おざっす。おー東海オンエア野球、東海オンエア…まあ、ちょっとダメだ、出だし悪いわ、もうアンダーマー、ちょっと待ってください、アンダーマー、おざっす、よーっす、よーっす、見てください、何するんですか、今からね、一体何やるのか全く予想もつかないぜ。東海オンエアズの第1回戦初戦でございます。来た、ついに来ました、野球ってわけですか、念願のちゃんとした試合が今から行われます。すごい、うわ、しかもそれって本当にちゃんとした試合だもん、本当にちゃんとした試合です。こんな岡崎にね、カメラさんがすごいですよ、いくらかかるんだろうってね、矢倉3つ立ってるからね、岡崎に、はい、どうですか最近の練習の、ね、調子というか。いやー最後ね、最近だとボール触ったのが1年前ぐらいなんでいや舐めてるんだよね、いやちょっと野球舐めすぎる、おかしいんだよね、うん、だってあと亮と夢丸が来ないんだよね。いやそうだってこれ東海オンエアでしょ、うん、だって野球9人でしょ、うん、3分の1や、前はいたのにね、本当だよ、まあ、東海オンエアでひねり出せる人間がこの5人、はい、裏方さんも含めて5人で、うん、全然足りない、さかなぎ、はい、出さお前ヤンキー漫画じゃないんだぞ、お前久々に外出た、おしゃれなサングラス、そんなサングラスで野球やるなんてねえだろ。でもこの2人、今日あのキャッチャーとショートという、重いな、要じゃん、要やめて、要なんだ、偶然で決まったし、一番映っちゃう。あと2人ね、あのまあ本当に地元の友達すぎて、はい、わざわざカメラを向けるまでもないっていうか、あんまり向けない方がいいくらいのね、その2人は上手いですか。あ、上手いです、はい、僕のこちゃんで野球動画で一緒に出てもらった2人がいるんですよ、ね、なんない、中学校野球一緒にやってましたから、ね、あ本当に予想つかない、なマジで何点、何対何なのか本当に想像つかない。まあでも、まあ、弱い相手とやればね、まあね、楽しくいい勝負できるからね。ずっと言ってたもんね、会長に。そう、あの初心者集団で俺らが程よく頑張れば勝てるぐらいの相手を用意してくれる、はい、そうです、まあ今日の対戦相手なんですけど、ウーム野球部さんなんですけど、うん、ウーム野球部、ウーム野球、岡崎にそんな集団あった？いや一応支部はあるからね。いやウームはな、事務所は弱いけど野球部は強いんだよやめなさい、だから今回は東海オンエア対ウーム野球部今の日の玉すると半端なかったよだってさ、おかしいよ、フィッシャーズいるよあの人、あの人フィッシャーズだよね、フィッシャーズの人いる、岡崎まで野球しに来ていい人間じゃないよ、ね、なんでメインチャンネルで動画撮らないのさフィッシャーズ一人でさ、メインチャンネル簡単に出すもし負けたってなった時にやっぱコメント欄で何分何秒の誰々のこのプレーかっこよかったって、いやー絶対頑張ろう、ワンシーン撮りに行くんだからね、そう、わかった、あのこれ、はい、個人技だからえコメント欄で書かれる個人技だから、動画の野球は個人技やりづめえしかも今日はあれですよ、この動画東海の、まあ、メインチャンネルには載ってるんですけど、うん、まあ、いわゆる金曜日枠というかね、うん、はい、ゆるっと見てねっていう枠なんで、やりたいことやっちゃおうとね、試合フルで使います、長いって長い、普通に野球中継みたいな感じで後で実況載せてやりますからね、じゃあマモ、間もなんで、はいはい、最後にね、シートノックだけして、はい、おぉ挨拶して、始めましょう、よし、とりあえずエンジン、はい、エンジンの挨拶はてっちゃんお願いします、あー、来た、はい、絶対勝つぞー、ガチな音、ガチな音になっちゃってる、ヘルメットでよかったガチな音になっちゃってるからね、個人技がすぎるよおめでとう、ありがとう、おめでとう、おめでとう、久々、久々、久々、わざわざありがとうございます、いや久々、ありがとう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 、ビリアルスクショしてごめんなさい、なんで超スクショしたの、あれちょっと使い方わかんなくてなんかスクショしちゃう、スクショしちゃってんの、そう、それだけね、バレるからね、そう、よく分かってなかった、入りのトーク、ビリアルのスクショ合ってる、そうそう、久々だからね、いや、だいぶ久々ですよね、ありがとうございます、久々、あのね、皆様よろしくお願いします、お願いします、やっぱ圧がすごいわ、お願いします、一応あれなんだよ、事務所同じなんだよね、僕たち、はい、ブームです、ブームなんだよね、同じだから、ブームです、まあまあまあ、これからか、まあ、知ってるやつもいれば知らねえやつもいるけど気持ち悪いな、ね、ちょっとあの我々ね、半分素人みたいなもんなんでね、うまいことやってくださいね、今日はえ、今日ハンデとかないの、なんかそういうさ、スリーアウト取るまでみたいな、よくやってたじゃん、ハンデなんかいるわけねえだろ、おぉおぉ、なめんなって話だよね、いけるよ、今日はエンタメじゃないよね、エンタメじゃガチだよ、ガチだよ、ガチな野球をしっかりと本当のルールで7イニングで盗塁なしで、リードなしで、リードなしよ、ピッチャーの手から球が離れた瞬間に塁を離れることができるガチな野球だ
前も指足ながら野球やってんだもん。えっ、うわ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 お前本気だよ。こっちは守るもの外しちまったのかよ。逆転できない。そうかそうか、野球以外守ってんのか。待って、ここ全員結婚してるやん。そうそうそう、 うわ怖っ。みんなちょっとやっぱ羨ましさとどっか妬ましさがあるんで、だからね、それ野球でぶつけられるんだ。怖っ。この動画でモテようぜ俺たち。あーでもちょうどよくね、手加減されてなんかこうね、言ってもあんまり気持ちよくないし、かといってボコボコにされたら泣いちゃうし、お互い気持ちのいいスポーツを楽しもうということですね。そうやっていただければと思います。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。先攻後攻じゃんけんです。いきましょう。お願いします。ちょい、僕は部長だもんだって。僕っすか、まあ、だからこういう時には経験値上げとくんだよ。なるほど。あの、二度さん全部聞こえてます。恥ずかしい。最初はグッジャグッ、ほい、よいしょ。でも、ホームが高校で才能あった方がいいよね。先攻だ。そうそう、じゃあ高校で。さよなら、ガチの可能性がある方が多分盛り上がると思う。はい、お願いします。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 計画狂ってるか、やばい。よっしゃ、僕たち高校じゃんけん負けんな。お前こんな人数のサイン同時に入ったらすごいよ。はじめらしたい高校の違い。え、何か一応最終確認なんだけど、どっちが優しい男来たな。どっちが優しい男来たわ。どっちがどっちいいよ、高校で。ここでダメじゃねえぞ。すいません、すいません。前に号令だろ。しばらく新幹線乗せるぞ。ダメよ、高いんだよ、結構。行けよ。三河安城行くわ、じゃあ。こだまから帰るなよ。高校でやってやろうぜ。じゃあやってやろうぜ。むしろ燃えてきたわ、今。むしろ情けかけらんねえからな。ちょっと、ちょっと誰これふざけたの。ちっちゃいって。いないから。ちっちゃい。ふざけすぎ。メンディーさんみたいになってる。髪型みたいになってる。昨日髪切ってきたのに。これ少年野球でしょ。だってこれもちっちゃくないなんか。半分出てるやん。ギリ乳首確認みたい。守れてないのよ。ピッチャー笑って投げれないんじゃないの。これで構えてたら。やめてその格好でいんの。やばい、キャッチャーだからいるだろこれは。皆さん3回目ですけど、これが東海カメラですから。OK。 あ、もう真っ先にピースじゃない。修学旅行生ホームラン打ってきます。負けねえぞ。さあ、1回の表、ウーム野球部の攻撃です。実況は私、虫眼鏡と、バジマとニトロ爆弾です。はい、ここからですね、もう完全に野球の映像だけが続いてしまうので、さすがにおっと打ちました。ショートゴロ、ショートを魚に取って一塁送球、一塁アウト。幸先のいいスタートでございます。いい感じの映像ですね。いいでしょ。いい、初めて見たっす、編集。はい、ここからはもう完全に本当に野球の映像だけがついてしまうので、一応僕たちが喋りますけども、はい、まあ、これ聞いても聞かなくてもいいですね。そして2番、梅野球部ゆうやくんなんですけども、この人がですね、まあ最強バッターですよね。この人すごかったですね。すごい、本当に。もう元々ね、うまいの知ってたんですけど、はい、こんなにうまいんだ、うまい人ってこういう感じだなっていう。そうですね、フォームもすごい最強バッターでございます。初心者の僕から見てもうまいんだろうなって分かりましたね。うん、まだ最初はね、結構哲也くんのね、遅い球にそうですね、こう戸惑っているというか、ここもね、ツーストライク取ることはできたんですけど、やっぱこうね、しぶとくこうセンター前に運んでいくということで、哲也ヒットを許しまして、ワンアウトランナー一塁でございます。でもここまでなんていうんですかね、野球になってるなって感じがしますよね。そうですね、これあれ、準備不足も準備不足で。そうなんだよね、どうなることやらと思ってましたが、あれ意外とアウト取れるんだ。3番にはね、強打者のヨッチが入っております。ヨッチさん、うん、やっぱスイングが綺麗ですね。綺麗綺麗だし、当たったらどこまでも飛んできそうな、ね、勢いのあるフォームですね。で、基本的にですね、これずっとなんですけど、はい、もう哲也君はまだ細かいコントロールがないので、はい、キャッチャーのね、ブダさん、ずっと真ん中に構えてるんですよ。確かに、ここに向かって投げ込んでいくと、これはライン割ってファールボールですね。こんだけ飛ぶんですね、やっぱり。飛びますね、うん、
さあ追い込みました。当ててきますね。やっぱこのヨッチを打ち取れるとね、こちらも盛り上がるところなので、なんとかこのバッターを切りたいところではあるんですが、しっかり見られて 3-2 フルカウントになってしまいました。ちなみに哲也さん変化球ですかね。哲也さん、そうですね、まあ正直よくわからないというのはね、ストレートもね、勝手に沈んできますし、はいはいはい、まあ哲也さん持ち球唯一変化球がねテール、まあ、パームがあるんですけど、あんまり球筋がこのカメラからではわかんないですね。これストレートかな。見事に三遊間を割ってレフト前ヒット、ワンアウトランナー二塁一塁です。これで4番ですか。うん、もう見るからにね打ちそうですね、うん、4番バッターだなという体格で、ここで哲也がねビビらずに投げ込むことができるのかといったところですが、初球ストライクですね。これ今変化球かな。すごい落差あるように見えますけどね。うん、打ちにくそうですよね。ちょっとそうですよね。2球目投げました。ボールインコースのボールですね。ストレートっぽい感じがしますけど、うん、ナフさんもよく見ますね。狙ってます、ね、高級ヒッターですね。うわ怖いね。うん、まあ、今回特別ルールというか、まあ、我々が下手くそなので、はい、こうバッテリーエラーとかではねランナー進まないという、そうですね、ことがあるんですけど、そこもいずれ直していきたいですね。ここは打ち上げてライトフライ。さあ2アウトランナー2塁1塁となりまして、ここまでね、まあどうにかこうにか乗り切ってきてます。ね、ちゃんと試合ができてますね。うん、調子乗ってますね。アウト取って。笑顔ですね。さあスクワットのターク。やっぱみんなフォームが綺麗だな。そうですよね。うん、やっぱウーム野球部っていう名だけあって、うん、皆さんちゃんと野球やってますね。はい、やってます。練習もしてんだろうな。ちょっとくらい。少なくとも我々以上はやってるでしょう。うん、いい球、今のいい球でしたね。いいところから落ちて、そうですね、当たってますが、きっちりファウルにされていきますが追い込みました。ここはねピッチャー有利のカウントなんで、なんとか打ち取りたいところですね。一球外に外したのか外れたのか、まあ、ブダさんずっと真ん中なんで哲也さん次第という。ここはもう 1,2 球ねボール球使えますが、どうでしょうか。 おー今のもいいところから、いいコースでしたね。きっちりファールで握られている。空振りはしないと、ね、やっぱそうですね。東海洋の人たちと違って簡単に三振は取らないですね。おっとここは、高めの球打ちましてショートゴロ。なんと1回の表ルーメアキューブ0点に抑えました。素晴らしい、素晴らしい。これねいけるなって思っちゃいましたね。そう思いましたね、正直この瞬間は。哲也さんのピッチングがどこまで通用するかは、ね、うん、分からなかったんですけど、おいおいおい、野球できちゃってるから気をつけて。これ野球だよね。え、哲也、これが野球楽しいわ。緊張感あったでしょ。哲也ゼロ点、すごいゼロ点、すごい。もうライトフライに抑えてるから、これは打ち取ってますもんね。やばいよ本当に。さあということで、ここまでは我々も非常に調子に乗っていました、はい、そして、問題はこっち、ここですよね。こっちの方がやばい、点が取れないと。そうですね、打撃弱点がありましたのでね、取れないから勝てないです、うん、今回はね、としみつを1番に置くという、ね、はい、起用なんですけども、どうですか、1番をとしみつにした監督として、うん、いや、やっぱ初戦見事にレフト前に鋭い打球、レフト前ヒットですね。さあ、どうですか。そうですね、やっぱ最初に経験者を入れといて打ってくれると信じてたんで、やっぱ1番にとしみつくんを入れてこういう風にヒット打ってもらって盛り上げるっていうのが必要だなと思ったんで、うん、やっぱりちょっと何といっても東海山の野球チームではありますからね、うん、そうですね。さあここでね、このチームの屋台骨魚木ですよ、2番というね一番重要な打順、そしてショート守備の要ですよ、はい、もうさあここは打ち引っ掛けてファーストゴロ、セカンドフォースアウトで、おっと危ない、危ない危ない危ない、ねえ、ね、カバーに入った、これはどこの選手だろう、セカンドの選手かなと、ちょっと交錯をしてしまって、ね、あ、怪我がなくて何よりと、走塁妨害とかにはならないですね、あれギリセーフ、まあならないかな、あれはわざとじゃないからね。あ、さあここからでも東海オンエアもちょっと負けてはいないというか、元野球部面が続きますからね、みんなチガチのガチできました、そう上位打線はねいいんですよ、ね、誰っていう人も多いんですけど、うん、これは豚さんといってですね、岡崎の車屋さんですね、はい、成田モーター、これね小さいけどパワーは詰まった、いい体をしてますよ。アウトコース、いいコースですね、これ。す
ごいピッチャーコントロールいいですね、うん、さあそうだな4球目これもねもうストライクと言われてもしょうがないくらいの際どいコース。しかし豚さんもよく見てますね。でもこれ警戒してる様子が見れますよね。ちょっと打ちそうだぞこの人。確かにそうですね、太ってるしと。やっぱそこなんですかね、見てるところ。アウトローに構えて見事にね。これはなんか変化球かな。そうですね、スライダーっぽいかな。チェンジアップなのかわかんないですけど、タイミングずらされましたね、うん、フルカウント。こんな真剣な顔した豚さんね見たことないですよね。初めて見ました。これはピッチャーゴロでピッチャー自分で行って、ランナー進んで2アウトランナー2塁、はい、いやでもチャンスですよ、はい、得点圏にランナー進んでここで4番徳これ短い。これ誰ですかこれ。これバグオジあれでもセネーム徳なんで確かにもう徳って出すしかない。そうですね、あのバグオジっていう名前で哲也のね、そうですね、お茶には出てたんですけど、哲也の中学時代高校時代の友達。じゃあ徳さんは多分違う、関係ない、ね、関係ない、友達は友達かな。カーシーの友達で仲良くなったで、ああまあ今でも仲良くしている方で、まあ一般の方ではありますね。なので一応サングラスをかけて顔は隠しています。僕も何度も聞きました、出れるんだねって、大丈夫だよねってということで OK だったので4番に据えております。なぜかというと一番うまいからですね。うまいですね、はい、なんかバット長めに持ってる感じがするんですけど、どう、まあ普通、これが普通、うん、まあ普通じゃないですか。バッティングローブしてないです、ね、さあ、あっという間に2-2これね、すごい、落差のある変化球、カーブかな、カーブかスライダーか分かりませんが、かなり落ちましたね、今すごく軌道が落ちました。さあここで、0対0のまま、はい、まるで野球かのように進んできます、はい、ボナールチャンネル2人とも上手いんだよな、構えが違う、うん、でいやめっちゃ遅く見えるなそうですねふんわりとした、これがストレートかな。さあここで3ボール、全体的にアウトコースに、そうですね、やっぱストライクが入らないっていうのが一番冷めちゃいますからねピッチャーとしてはやってはいけないことなんですが、お見事に目に入ったインコース、はい、基本的にね、3ボールからだと1球見逃してくれるっていうのがね、そうですね、プロ野球とかだとね全然あるんですけどまあそんなんじゃないよと、ね、そうですね、甘く入った球はもう打っちゃうからねと、ね、これもきれいな、これはセンレフトの頭を越えた、これはね、このねグラウンド広いんですよ、外野の頭を越えるとフェンスとかがないので、もうここのようにランナーが一塁から直ホームイン、さあ梅野球部が1点先制です。スリーベースですね、こういうよく飛びましたね、飛びましたね、レフトオーバーですか今の。そうですね、結構としみつも深めにというか浅い守備位置取ってたわけじゃないんですけど、もう悠々頭の上を越えていきましたね。ちょっとまあ打順をここからね下っていくんですけど、全く油断のならないいい打線ですね、はい、さらにここでノーアウト三塁で、ここでショート坂薙ね、イージーなゴロだったんですけれども、ここで取ることができず2点目を献上してしまいます。ショートエラーですかね。そうですね、ちょっとグラウンドの土がね、まあそうですね、やっぱ土のグラウンドなんでね、多少こうね不規則なバウンドをするのはあるとは思いますが、まあ、やはり内野手はそれはね止めてこそなので ね、特にこのランナー三塁いるところでは抑えたかったですね。痛い失点ですね。さあここでもうどんどんフライか、積極的に振ってきますね梅野球部。これ僕取ったんですけど、もうヒヤヒヤでしたね、落としそうでした本当に久しぶりだ。いや外野もねそんなしょっちゅう球来るわけじゃないから怖いですよね。まあ何やともあれワンナー取ったんで落ち着きたいところ。いや美しい、綺麗なセンター前、もうこれね
球を見てこうじゃなくて、ここはちょっと怠慢でサードに進まれてしまって、おっと、ここでサードの、誰ですか、このサードの選手は。ニトロ爆弾です。すみません。ニトロ爆弾、これはもうね、プレーが終わったと思って、ちょっと、そうですね、しかも一瞬の気を抜き、手前でワンバンが来ちゃったんで、誰ですか、投げたのは。僕ですね。だすいませんね、ちょっと。僕もちょっと一瞬気を抜いちゃいましたね、ここは。ね、さあ、これで守備の乱れから3点目を献上。ここは、おっと、もう、初球打ちの嵐。ね、しかし、ここは、レフトフライ。一応、アウトカウントは一つ進めましたね。はい、ここで、トップに帰って、ライオ君。3点で抑えたいですね。いやもうほんと1球目から振ってきましたね。サード何やってんの。ね、足が動かなかったですね、この日。今足もたって取られてるんだから。重そうな足でしたね。めちゃくちゃ綺麗なフォームだな。ここはファーストゴロということで、ファースト正面、はい、なんとか3点でしのぎましたけど、この3点でしのげたのもなかなか成長ですよね。そうですね、3点か。まあやっぱちょっと内野の乱れ、ね、狙われるな。もうちょっと全力ストレートを解禁するしかないな。そうするともうあとワンアウトで終わりましたね。さあ、ここでまた友達枠でございますね、はい、この人もうまいですからね。ひげ生やしちゃってもいかついな。いかついっすね。セネーマ両兵となってますけれども、はい、哲也のこちゃんだと何だっけ、なんて名前だったっけ。カーシー。カーシーだね、はい。なんでセネームこれにしちゃったんだろうね。そうですよね、うん、カーシーの両兵ってちょっと危ないギリギリですけど。おー、これはクリーンヒット。いい当たり。レフト前に強烈な一打。いや、 やっぱこの東海のチームにも経験者がね、いてくれるおかげでちょっと盛り上がりがありますね。ちゃんと打ってくれる。さあ、ここで、または6番セカンド虫眼鏡。あ、小さいっすね。小さいですね。これは投げにくいんじゃないですか。いや、でも今のストライクですね。はい、高めギリギリでした。このキャッチャーの構えてるコースからもちょっと舐めてんじゃないか。あスイング遅い。ただ今じゃあ変化球だったんでしょうね、ちょっと。そうですね、だいぶフォームが乱れてたような、ね、早く振っちゃってたんで、うん、遅く感じたんでしょうね。さあ、ここはなんとかしてくれ。どうなったんだっけ。あ、お、当てに行きましたね。当てるだけの。いやいや、これは逆に功を奏したというやつですね。なんとか転がしそうとした打球がまあ内野のいいところ飛んだというか、ちょうどいないところに行きましたかね。まあ、内野安打でしょうか。これでノーアウトランナー二塁一塁で、お、またチャンス。エースの哲也打ってくれるのか。いや、ここはじっくり見たいところですね、哲也くんがね。そうですね、なんといってもやっぱ東海オンの顔ですから、はい、これが見たくてね、この動画を皆さん見てくれてる、ね、東海オン以外の人。おっと、ここは打ち上げまして、おっと、あれ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 エースエース、あっちゅうまでね、あっちゅうまの退場でございました。最初の打席がこれだったか。さあ、ここで、8番サードニトロ爆弾くん。いや、野球初心者ですからね、構えダサ。何ですかこの構え。ひょろーい。うん、でもなんか上手くなったね、僕が言うことでもないけど。なりましたよ、上手く、うん、なんかちょっと慣れてるこなれ感が。球をしっかり見るだけは意識してたんで。ナイスボール。おー、いい選球眼、うんうん、よく見た。やっぱ基本的にこのアウトコースに中心の配球になってます ね、はい、ね、ここでインコースにちょっと来て、おー、いいコース。これが早く見えるんですよね。そうっすね、結構早いんすよ、うん、やっぱ この画面で見るとそんなことないですけど、ちょっとインコース投げられるだけでだいぶ早く見えるんで。そうですね、うん、これもね、振り遅れちゃってますね。振り遅れてます。綺麗な空振り。これで2ストライクになっちゃうと、もうそうだね、なかなかと来て外。いや、焦ってないね、うん、いや、ちゃんと見てるんで僕は。見るだけは意識したんで。見るだけ。で、3ボールになってね、ちょっとフォアボールもちらついて、バットを短く持って、はい、当てに徹して、おー、でも
ナイスカット。ナイスカット、ナイスカット。やっぱつなげること大事ですかね。そうですね。うん、ランナーをなね溜めて3点負けてますから。1、2塁にいるので。おっとこれは甘い球でしたよ今。空振りです、ね。めちゃくちゃ振り遅れてないですか。は球が速いんすよ本当に。これだとそうは見えんね。見えないですね。うん、遅そうに見えるけど目の前だとめっちゃ速いんすよねこれ。来た。さあ来た。輪島です。いや、バジマもやっぱやってる人のフォームだね。そうですね、うん、正直あの9番バッターでなんで置いてるかっていうと利光につなげてほしいという意味でのつなぎの9番、ねうん、だからあの6番から8番あたりが一番打てないんですよ、ね、僕、鉄也、ヒトロ爆弾あたりが一番そうですね、うん、ここは、引っ掛けてファーストゴロですが、ね、ファーストおっとこれはで、校内連携乱れてセーフ。ラッキーでしたね。うん、和島の走りも良かったですね。いや難しいんですよね、あそこ。そうですね、一番内野守備で難しいところで、そうなんです、ね、打法が前に出て取るしかないんだけど、はい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 、そうするとファーストベースが空いちゃうんで、空いたところにはピッチャーが走りに走らなきゃいけない、はいはい、でピッチャーはボール取りながら踏まなきゃいけないんで、あそれがどっち見ようってなって、間に合わなかった、ね、そうですね、あれ難しいんですよ。ここで一番としみつに帰る満塁で作戦通りですよ。だからいや本当につなぎましたね。ツーアウトではありますが、得点圏で一番期待の置けるバッター、としみつに。おっと、ここは大きい。さあ、レフト、下がって下がって、こちら向き、レフトフライに倒れました。10日前で惜しくも0点。惜しいですね。惜しかったですね。ワンチャン点入ったんじゃないかな。そうですね、チャンスは作ったんですが、抑えられてしまいました。さあ、最強バッターから始まります。レジャーさん、少しもうすでにね、少し疲れてるんじゃないかと。ファープロとかであの汗かき始めるうわー、2球目から待ちきれなかった。もう遅すぎて、球が遅すぎて。いやでも、うん、コースはいいですね。これはもうあのね、程よく荒れますからね、鉄腕の球は。狙ってはない。勝手にね、そう、散らばるんで。お、これはアウトコースに初めて構えましたね、キャッチャーが。うまい、おー、コースオーリー。これはもうね、左中間深々と破って、スタンドアップダブル。ちゃんと狙ってきてるんですね。もうね、うん、ちょっと守備もね、左バッターっていうことでライト側に寄ってたんですけど、うまいこと、ね、落とされに来ましたね。ケツはちゃんとアウトコースに、ね、投げれたんですけど、そうですね、うまいことね、逆らわずに左中間に持ってかれてしまいました。ここでまたヨッチ。ヨッチはね、このねフルスイングが魅力なんですよ。見てて気持ちいいですね。そうなんですよ。ただ当たった時はやっぱりでかいですからね。難しいですが、あと個人的にはやっぱりヨッチにだけはね打たれたくないですよね。そうですね。ここは打ち取ってほしい。うん、くしくもいいコースですね、これ。おもろいですね、哲也くんの投球は。やっぱり一球一球どこに行くか分からないんで。そうですね、本当に完全ランダムで飛んでってる感じが、うん、おー、いい落ち、いい落ち。これは変化球ですね、テーマですかね、うん、この野球経験者でも膝をついちゃうくらいね、うん、曲がってはいるんですけどね、どう、動画だと伝わらない。おーっと、続けました。面白い配球、はい、ただこそう、このね後ろにキャッチャーそらすと本当はランナー進んでいいんですけど、今回は我々下手すぎるのでなしになっております。ありがとうございます。うわー、手上がられませんね。まあボールですね、ちょい高いですかね。哲也さん、これでボールカウント使い切ってしまった。うん、ここでフォアボール与えてしまいます。ここでランナーを貯めてみな方。うわー、ちょっと怖いですね。怖いですね。ランナーは1、2塁です。ランナー1、2塁ですね。で、4番か。うん、ちょっと乱れが目立ってきましたかね。まあ単純に疲れてるんでしょうね。確かに3回投げ続けてますからね。ちょっとボールが散らばるようになってきましたね。このやっぱ落ち球は効果的なんですけど、そうですね、ストレートがちょっと散らばっちゃってますかね。さあ3球目、いいコースですね。これはナイスピッチング。ナイスピッチですね。これはもうストライクからボールに落ちるテームですかね。
序盤抑えるの大きいですね。うまく反応してね、多分ファール落ちに行ったんですけど、意外とグラウンドの中残ってしまったという感じでしょうか。さあ、またスクワットのターくんですね。まだワンアウトですからね、ストライク。全球テープでいいんちゃうのっていう感じしますね、なんかそっちの方がコントロールいいっていうか、ちょっとやっぱストレートがこの辺あたりからね抜け出してしまったっていうのが心配ですよね。まだ3回なんですけどいいコース、今のコースがこう狙って投げられるといいですが、おっとおっと、これはセーフなんですかね。セーフでしたかね。今のはピッチャーが取るところだったんですかね。いや、これはねセカンドが行った方がいいんですけど、まあ、さっきと同じように難しい。そうですね、ちょっとあの勝手にファールだと判断してしまった嫌いがありますね。ちょっと意外とあのボールが切れなかった、これは目に見えないミスがねたくさん詰まってますよここには。さあランナー満塁、ぐわー、大きいか、これうわーナイスキャッチ。さあしかしこれで三塁ランナータッチアップで、帰ってきて、4点目。余韻もしかし今よく取りましたね。そうですね、ナイスキャッチですね。ライトやっぱりああいう打球飛んできますんでね、はい、あの経験者の良平くんが守っているんですけれども、はい、さあなおもねランナーに一塁二塁でピンチではありますのでね、ここでビタッと切って次の回に攻撃につなげたい。ここはキャッチャーゴロ、ピッチャー取って一塁間に合うか、一塁はアウト。わあ素晴らしい守備、これは違う違う、そんなにそこまでのことではないけど、ね、いやでもよく投げましたね今、はい、よく投げたし、うん、ファーストもよくあれ取れましたよ、ね、いい判断で、うん、あれファーストがねしっかり伸びてくれたんで、ね、そうですよね、うん、まあこのいい流れをね攻撃につなげたいところ。そうですね、いいバッターから始まりますよ。しかしなんだこのメガネは僕も思いましたそうなんだよ、ね、サングラスなのかメガネなのか分かんない。こうサングラスをかける選手は分かるんですけど、これはよく分かんないですよ これどう見てもおしゃれなおしゃれメガネですもんね。ただのイカチ野球、いやキャッチャーのミットの音が違いますな。しかし球の重さというか、うん、伸びが違いますね。うわなんだろうこの変化球、変化球、うん、うん、続いてますね。いやしかしやっぱ甘いところに来ないですね。そうですね。さあ追い込みました。何を使ってくるのか。ナイスボール。いい球。高めのちょっと逆球というかね、はい、あの高めに抜けたんですけど、やっぱ球が走ってるんでしょうね。そうですね。2球変化球が来ての、うん、手が出てしまった。ここでまた豚さん。やっぱ迫力ありますね全然目の覚めるようなねドカンっていう打球を飛ばしてくれそうな期待がありますね。おっとここでインコース、いやー当たったら飛びますねこの人は体太いなうん。さっきから多いですねこの変化球。そうですね、ちょっとこれがインコース側に、ねはい、抜けてる感じがありますが、何ですかねこの変化球、カーブかな、カーブ、いや、いいスイングではありますが、うん、捉えられないですね、はい、2ストライク。これはすごくファールで逃げましたね。ナイスカットすぎる、うん、外国人選手だったら三振してましたね。こう膝ついてあの低めの球来た後にあの高さ来られたらもう当てるだけになっちゃいますか。見てる側だとねこうあーってなるんですけど、いざバッターボックス入ると打てないですよ、ね、本当に全然ね毎球毎球びっくりするからねそしてやっぱこのキャッチャーの子もね、あの後ろ反らさないです ね、 そうですね、だいぶ球もねちょっとちらねパラパラと荒れてきたんですけど、うわあいい球ですね、いい球だ、うん、キャッチングもいいな、くれねえかな
フム野球部にからうわーいい変化球これはね当てらんないですよ。いやしかもキャッチャーこれを後ろに反らさないんですよ ね、バンバンしてから目の前でバットが通り過ぎて怖いんですけど前に落とす。さらに低め要求、ね、うおーやっぱり2球同じ連続のにはね球には乗らないよとうちの徳はさすが経験者、うん、読んでますかねここら辺は。ここでアウトコースに寄ってうんさあ3ボール2ストライク何を選ぶのか。おっとここは高めに外れてフォアボール。よく見ましたね。やっぱこのね徳くんも良平くんもですけどね経験者なんでもうちょっとそのね自我を出してというか別にファールで逃げてもいいとこなんかもしれないんですけどちょっとこの立ててくれてる感じがしますね。ここはショートゴロセカンド地味に踏んでスリーアウト。うん東海大学この回も0点に抑えられてしまいました。さあ前半戦3回終了4対0ウープン野球部がリードです。4回の表、ウーム野球部の攻撃です。まあ、東海オンエアチームは、東海オンエアズはね、はい、ピッチャー代わりがほとんどいません。というか、ピッチャーの代わりはいるかもしれないですけど、そもそも普通に控えがいませんので、そうですね。哲也、はい、続投でございます。ギリギリでやってるので、うち。はい。あれ、なんか、キャッチャーの防具変わりました？あ、そうですね。キャッチャーの防具ね、この、小さすぎるっていうくだりがあったんですけど、はい、ここで、防具が到着したということで。強くなりましたね、ピッチャーさん。フリーザーになりましたね。ただ1本目遅いですね。遅いですねこいつ全然回ってない足が。ピッチャー疲れるのは分かるんですけどね、うん、サードは何でかしないと疲れてます。我々やっぱ打ってね取っていかないとアウト三振とかやっぱとなかなかね取れるチームじゃないので打たせてアウトを取りたいんですが、はい、守備もガバガバなので本当にフライアウトを取ってもらうしかない。そうですね。さあフルカウント最後の球はストレートか。おーうまくファールで逃げられる。スライクゾーン振ってきますね、うん、きちんと。それでももう3ボールからねどうしようもないボール投げなくなったのは成長ですね。だいぶ成長しました。これもストライク、うわーいい球でしたけどね。悪くないんですけどね、うん、出ましたねしっかりと。これはしょうがないですね、はい、もう見逃したバッターがあっぱれだお見事と、はい、いいとこから落ちてましたけどね、はい。さあ、宗志さん。やっぱ左バッターね、いますね。いますね、うん、多いですね。経験者がいるチームには。僕はセカンド守ってたんですけど、やっぱ左バッター来ると、ドキドキします。ヒヤヒヤしてましたね。どの辺立ってればいいかちょっと分かんないですよね。うん。そしてこれ、ちょっとね、野球詳しい人なら分かるかと思うんですけど、この、ランナーが出ると守備位置がちょっと変わるじゃないですか。はい、このショートとセカンドは、ね、ゲッツーを狙うのでこういう風にねセカンドベースに寄っちゃってるので今のね普通の守備位置だったらもしかしたら触れたボールに触れたかもしれないんですけど見事に広く空いてる 1,2 塁間、はい、破られてしまったということでピンチ拡大2塁1塁で5期5期このねいいですね。この1球目の迷いがないフリー。迷いないですね。ちょうどいいところにね落としてくるんですよ。これはどうだったんですかね。セカンドが行くべきだったのか、もうそれとも諦めてねセンター前ヒットにすべきだったのか。まあ、この辺もチームプレーが。そうですね。ちょっとまだこの辺の判断がね甘いですよね。そしてノーアウト満塁になってしまいました。ここは対応失点を避けたいですね。はい。今いいボールでしたね。これどうですかね。内野。多分前進守備ですよねこれ。おそらく、うん、もう満塁なので、はい、ホームでアウトを取ろうって言って、ね、内野は前進守備をしていたと思います。前進守備なんでね怖い。シンプルに怖かったです。前進守備は怖い。さあそしてね満塁なのでここでフォアボールを出すと、ね、押し出しといって、はい、ランナーがね自動的に一人帰ってきてしまいますのでフォアボールだけは絶対に許されないところで3ボールにしてしまったピッチャーです。3ボール1ストライク、うん、ここでボールにはなりたくない。
ここでね、あの本当にメンタルの強さが、そうですね、ここピッチャー大事ですね。バッターもね、もう1球見てくるくらいのつもりでビシッとど真ん中に、おーっ と, ーっとここは打ってきて前進守備のショート、これがホームラン、坂田木ちょっと高かったっすね、ボールが。これはね、ショートどうした、結構待って取ってね、そうですね、ゲッツーは諦めて、もうか安全にここで坂田木がメンタルやられてますね、安全にね、ホームで一つアウトを取ろうとしたんですが、その送球が高く浮いてしまって、ランナー入れ替わってしまいました。ランナー入れ替わって5点目、健常ということになりました。ここからね、グダグダとならなければいいんですけど ね、 そうですね、気持ち切り替えて、うん、さあなおもノーアウト満塁で1番バッター、これはノーアウト満塁で1番バッターもちょっと怖いですよね。怖いですね、ここから打順がどんどん良くなってきます。そうですよね、次に最強バッターいますし、いい球ですね、インコース狙ってなくてるわけではないと思いますが再三言いますけど、うん、狙ってるわけではない。まあ、ただバッターもね、やっぱツーストライクになると多少ね焦るというか、広めにね振ってきてくれますので、これはセカンドとっ、セカンドってホームに送球、これでワンアウト。セカンドナイスでしたね、これセカンド、ね、セカンド虫眼鏡選手ナイスプレーでしたね、ナイスプレーでした、うん、そこそこ強い打球だったんですが、そうですね、落ち着いて、はい、気づいたら勝手にミットの中にボールが入っていたというやつですね意識してなかったんですね、うん、こちらも勝手に入っててねホームだけ安全にアウト一つ取って、はい、さあなおも満塁、ここでね最強バッター出てきてしまいましたね、もう諦めですよね、これは、うん、ここでね退治したくないですよね、好きにしてくれ好きにしてくれという感じです、これは。もう 笑ってるもんな楽しいんだろうな野球、そうですねね、あーこれはもう疲れてきてしまっているし、やっぱここまでね、あの打席の結果、はい、覚えてると思いますんで、やっぱ知らず知らずのうちに怖いのかもしれないです ね、あーいいボールですね、これはいいボール、うん、これを3つ投げるだけでいいんだけどないや難しいんですね、それが ね、 難しいですね、経験者でもちょっとね、うん、この満塁の状況で、うん、あーフォアボール、ここで押し出しになってしまいます。まあでもあの正直これが一番傷が浅いかは、そうですね、こう大きい打球ね、うん、飛ばされるよりかは。さあここでホームランバッターヨッチに、はい、打順を回してしまいます、6対0、調子のヨッチさん、ちょっとここはでもズルズル行きたくないですね、そうですね、うん、まだワンアウトで、なんとかバットに当ててもらって、うわーこれはもうだ、切れるか残るか、危ない、ファールボール。いや、やっぱこの怖いですね、長打があるバッターはやはり、そうですね、もうタイミングさえ合ってれば、もうヨッチ選手はね、もう完全に引っ張りバッター、プルヒッターなので、引っ張りでしたね、うん、もうこっちには来ないだろう、わー、これは大きい、レフト下がる下がる、そしてあーやったータイミング、ラジマのタイミング、この球場広いぞ、もうね、土手の方までね、これ行っちゃいましたからね、うん、球が。ここはヨッチもサードを回ってホームに帰ってきます、走者一掃、これはヨッチ選手見事の満塁ホームラン、ウーブ野球部、ここでなんと10点、いや10点は大きい、10対0になってしまいました。これはちょっとメンタル的にはやられますわ、こっちは。そうですね、やっぱフォアボールの後なので、ね、はいはいはい、ストライクを入れなきゃといったところかもしれませんが、見逃してくれませんでした ね、まあ、ただこれでランナーなくなりましたんで、はい、まあ、逆にね、はい、まあ、気持ちは楽になった、切り替えて、はいはい、投げやすいんじゃないでしょうか、ポンとアウト2つ取って攻撃につなげましょう。ああちょっともう顔も決まっちゃってますね、内田さん10点取られてが打ち上げました、初球、これは伸びはそこまでないか、ライトが掴んで2アウト。いや、ここ、ね、今日この試合ね、ダホ選手ちょっと当たりがないんですよね、不調、ね、はい、と言いますか、うん、ただ今の球も結構潰れてたというかね、はい、何球なんで取りにくかったと思いますけど、すね、やはり見事な、
ね、野球経験者ライトの良平が取ってくれました。さあ2アウト、ここはこのままサクッと抑えて攻撃につなげましょう。うわー、いい打球ですね。これはどうですか、レフト追いつきますかね。ファールボール。やっぱ何球難しいですよね、この強く打ちゃいいってわけでもないんで。そうですね、球が先ほど言った通り潰れちゃいますので、うん、お、いい球ですね、これは。はい、いいコースから落としてレフトフライ。そう、哲也さん、これホームラン打たれて立ち直ったというか、はい、ただ6点取られて。そうですね、ちょっとここからね、9で10点リードで4回の裏、東海オンエアの攻撃です。いやー、皆さん申し訳ない、ふたけた。いやー、ピッチャーさ、まさくんでしょ。さっきブルペンでめっちゃいいピッチャー投げてました。え、あの、あ、まさくん超速いから。え、めっちゃ球速いよ。マジ、あれ超速いです。いや、出ちゃう、ごめん。あそこでホームゲッツ取ってたら終わりだった。てめえ、だから上からって言っただろ。すいません。ねえ、あ、後ろ向いてんの。背なぐら、背なぐら。ちょっとこの辺りで東海オンエアーズも1点、はい、2点取っておきたいところですね。点数欲しいですね。さあ、バッターはチビの人からのスタートです。ちっちゃいですね。ピッチャー交代してますね。おっと、ここは初球打ってまたドンスマイのサードゴロですが、どうでしょう。見事にサードよっちさばいてワンアウト。これはちょっと流れ良くないですね。良くないですね。積極的にね、振っていったのは良かったんですが、やっぱバットの先っぽでしたかね。ここ一番ね、東海の打順弱いところが出てしまうんですね。ちょうどね、点取られた後のことですからね。うん、哲也さんもね、休みたいでしょうが。まあでも哲也君も多分このバッターの方で、はい、こう長い時間カメラに映りたいというか。なるほど、こっち側で。まあ別にあの決してね、そのピッチャーとして活躍してるかといったらしてはないので、はい、10点取られてるんでね。はい、そうですね。ね、少しでもバットの方で取り返したいという気持ちはあるのかもしれませんね。はい、おっと、おっと、いやー、今のは何だったんだ。怒られますね、これは。止めたバットにっていう。触れてなかったですね。その、ちょっと逃そうとしたのか、こう、あえてカットしてファールボールにしたかったのかみたいなところあると思うんですが、当たらないと思ってたんですかね、あれ。いや、まあ、どうなんだろうね、見逃そうと思ったのかな。何球は意外と飛んじゃいますからね。当たっちゃったっていう感じでしたね。いや、これちょっと三者凡退だけは、ね、避けたい、避けたい。まだ三者凡退ないですよね、ここまで。ないです、ね、意外とないんですよ。お、ここは危ないですね。これ早くないですか、この球。どっぱやかったですね。1球前なんかあの変化球キレキレで曲がっていきましたからね。うん、おー、いいコースですね。さっきの球でビビっちゃってきてる、ね、そうですね、顔がこわばってますね。うわー、伸びてきた。うん、早いですね。はい、うん、全然違います、ね、球速がピッチャー変わると読めなくなっちゃうんですよね、うん、やっぱ。おー、うん、これでカウント 2-3 かな。はい、おー、うまい、ナイスカット、いいカットですね。何としても、何としても当てないとと思って。これはどんなこと考えたんですか。何にも覚えてないですね、緊張しすぎて。おっと、これはインコース抜けてフォアボール。ガッツポーズ、ここでガッツポーズ。初めてのレイ。あんまりフォアボールでガッツポーズする人もいないんですけど、ちょっとね、マナー的にどうなんだっていうのがありますけども。全力まあでもですね、あの三者凡退しないことは大事ですからね。そうですね、うん、我々は本当あの1点を追いかけないといけないので、何が何でも。さあ、ここでバジマ君、はい、やっぱいいですね、やっぱ左バッターがいるとちょっとそうですね、あの強いチームに見えますね。そうですね、東海オンエアーズはバジマと坂薙が左バッターですね。そうですね、うん、おー、いい見逃し方じゃないですか、これよく見た、うん、過去の俺見たな、今の。ね、バジマのお母さんも喜んでんじゃないですか。いや、喜んじゃないですか。これバット止まるの偉いなって。あの頃思い出してくれるんじゃないかな、うん、おー、いいカット。見えてるな、見えてるな。いや、いいですね、バジマ9番はちょっとね、悪くない、本当いい打順。あと、もう本当ビヨンドに頼ってるんで、僕は。バットがですね、うん、これもね、バテー出ない。はい、
見えます見えますね、この落ちる変化球ワンバンするね、落ちる変化球じゃバット回らないよっていう印象をつけて、じゃあストレートで勝負かと、はい、なったところで危ない。こう見るとめっちゃストライク。今のギリギリじゃないですか。今は正直ストライクでもうでもどっち言われても、ね、もう言われてもしょうがないくらいのいい球でしたね。バット短いな。さあしかしこれでフルカウントで、おお見事。さあ触りましたかね。触りましたね。触りましたか。これはもう強襲ヒットですね。さあ、いやいい当たりでしたね。繋ぎましたねこれ。よかった平松中学校で。うん。いや、いい働きをしますね、9番、バジマ。で、ここで1番。ここでランナー溜まった状態で1番の利光を迎えることができるわけですので。シングルでいいですからね。はい、転がせば、何か。そう、ランナーのね、セカンドランナーのニトラ爆弾、足は遅くはないですので。遅くないはずなんです。遅くはないですけど、なんか足回るの遅い。もたついてるんだよな、さっきから。そして多分、あの10点勝ってるんで、はい、あの、ね、外野も前進守備で、セカンドランナー刺そうとか多分ないんで。ないですね。いやー、いい球。いや、これはもう本当に力勝負に来てますね。はい、真剣な顔してる。いい球ですね。うわー、今のストライクか。めちゃくちゃいいコース、うん、やっぱコースで勝負できるピッチャーなんで、こっちの方がおもろいですね、はい、そうですね、見てていや、言うことありますもん、なんか喋ることある。哲は毎回もうガチャガチャだもん。ツーツー、いやー、ナイスカット。まあでもちょっと甘かったんでね、捉えてもよかった、ね、捉えられたらよかったかもですね。まあまあまあ、でも、うん、でもやっぱこのくらいの球の速さになってくると、ちょっとストレートと変化球よ、ね、あの山張らないときついところあるかもですね。そういう球くると、うまい。おー、うーん、どう落ちるか。落ちたー。これはちょうどね、真ん中に、おっと、入った。大丈夫か、入った、セーフ。ナイスミトロバクだ。なんと東海オンエアーズ、ここで1点。びっくりしました、今サードからブサイクな走り方してるんで。あれ、足速いはずだよね。なんかおかしかったっすね。進撃の巨人みたいな、なんか結構ギリギリでしたよね。ブサイクな走り方で、よしね、ブッサイクなヒットで、ブッサイクなランナーがブッサイクな走り方で帰ってきて、泥臭いですね。ブッサイク1点もぎ取りました。1点取れたのは大きいですよ、うん、大きい。さあここでね、いいバッター続きますよ、はい、坂薙、ここ続きたいですね。流れはちょっとね、来てる気はするんですけども、うん、まあ、ピッチャーも変わったとこですしね、はい、うわー、しかしいいコースですね。気持ちいいですね、見てて。気持ちいいですね。相手ピッチャーの方が見ててやっぱり楽しい、うん、おお、この緩急はきついですね。きついですね。こうコースが外れてるからまだ、うん、分かりやすいですが、うわー、外に逃げてったか、ちょっと逃げたように。何の変化球ですかね。お、坂薙、ここは見事に打ち取られてしまった。しかし、ね、ここで東海オンエアーズ1点返して10対1です、はい、さあ、あれ、うちの投手まだ続投です。続投。あれもうだいぶヘトヘトな感じも頑張りますね。やっぱね、この替えのピッチャー欲しいですけど、欲しいですね。どうですか、東海オンエアーズで言うと、まあ2番手でバジマ、3番でとしみつ、まあ最悪僕が投げてもいいけどくらいのピッチャーができる、ピッチャーね、あのやらせてもいいかなくらいの人いるんですけど、徹也が守れないんですよ。そうです、ね、これここ以外を。ここは三塁線見事にね、破られてしまいました。これは二塁に行かせない守備、うん、お、ちょっと見てられましたが大丈夫。さあ今サードゴロ、あの本当に線ギリギリだったんで、うん、それプラス僕の足の回転が遅かったんですね。あそこ飛び込まなきゃ。飛び込みか。なるほど、飛ばないと。お、いい球。今ストレートですかね。っていうんですか。もうなんかもう多分ストレートの球速がだいぶ落ちてきてるの で、ね、本当にあの見分けがつかなくなってきてる。全部山投げなんだよな。もう一球欲しいですね。そうですね。うん、
一人だとやっぱ疲れとかがあるんで、ちょっとカウント稼げるもう一球種、はい、なんか縦に落ちるなんかフォークとか難しいかなフォークどうだろうな、球が遅いからストレートとパームだけの人別にいるんですか。いやいないんじゃないですかパームがそもそも投げる人いないですからね。ナックルとかどうですか。いや難しい球ばっかり投げるな普通にスライダーとか欲しいですけどね、まあ、シンプルに、うん、そうですね。でも哲也さんあんま好きそうじゃないですよね、カーブとかスライダーとか。あんまりどうなんですかね。なんかあのこいつ妙に手首の使い方が下手なんですよねファームって手首固定して投げるんで多分あったんでしょうね肌に、うん、さあキャッチャーど真ん中に構えています俺のミットだけ見て投げてこい。おっとこれはミット通り、いい球、うん、やっぱちょっと多少打ちにくいところあるのかもしれないですね。そうですね、なんか慣れてないんですよねやっぱ、うん、野球部もこういう捉えきれてない感じ、その甘い球もミスショットするという場面が目立っておりますが、はい、ここは外に外れてフォアボール、7、2塁1塁です。フォアボール目立ってきましたね。そうですね、ちょっと哲也さんなんていうんですかね、あの足元がふらつくというか、はい、手投げになってる感じはありますが、そうですね、まあこれはしょうがないですね、はい、疲れてるんでシンプルに控えがいないのが悪い、うん、野手も控えないですからねこれ。そうですね、うん、本当にギリギリなんて9人でやってるんだよランナーコーチもねギリギリでやってるんで思いやず初顔合わせですかねこの日がここで大きくすっぽ抜けまして、もう素人目にもね疲れてるなというのが分かってくる状態になってきております。いやあとこのかもっさい髪の毛なんとかしてほしいなうわー、ここはうまく溜めて打たれましたが、綺麗にランナーは三塁ストップかな。気持ちいいヒットですね。綺麗に打たれましたね、今遅い球を溜めてセンター返し捉えられましたね。これやられちゃったらどうしようもないですもんね。そうですね、そうですね、遅い球で勝負するピッチャーなので哲也は、はい、でもこれがポンポン打たれてないだけ、うん、やっぱりまだいいのかなと思います。さあノーアウト満塁ですまたしても内野前進守備ですね。うわー、高めのちょっと、さあファンブルしましたがランナー1人帰ってきて11対1、海野球部大量10点リードです。いや今のもね高いとこ甘く入ったの見逃さないですね、はい、思い切り振られましたね。さあここで代打ですかね、ひゆくん、はい、ここはね、チャンスでね、チャンスで回ってきた打席なので、梅野球部の仕組みがどうなってるか分かりませんが、はいね、ヒット打って、はいね、監督からの評価アップにつなげてほしいですね。そうですね、ありますね、次からスタメンでみたいな、うん、なかなかゆったりとした、そうですね、優雅なフォームですね、余裕のある、うん、こういうところやっぱ力が入ってしまいそうなものですが、はい、やっぱちょっと落ち着いたいいフォームですね。ですね、あ、ほら笑ってますよ。笑ってますね、いいですね。あの海野球部の人たちはね、野球を楽しむ姿勢が素晴らしいですね。あの我々みたいにあの救急としてない。そうですね。うん、ほら、いやいいな。好きになっちゃいそう。素敵な笑顔。うん、何もねしっかり出て。うん。哲也さんの顔余裕がないこちら側。ただ2ストライク3ボール。今結構あのベンチからフーって言われてましたけど、はい、危ないボールに見えてたんですかね。いや全然高かったですけど、ね、やっぱ遅くすぎてあれなのかな。落ちてくるって。ここはいいコース、ピッチャー取ってホームに投げてホームアウト。あーナイスですね、ナイスキャッチ。ちょっと顔がヒヤッとしまってそうですね。いやあれあの実はピッチャーってずっと全力で投げてるんで、たまに緩く余裕な感じで投げちゃうと感覚わかんなくてすっぽ抜けがちなんですね。そういうそれでちょっと多分高めにいっちゃったと思うんですけど、まあちょっと欲を言えばここのここもホームはとっととアウトにしてファーストでもう一つアウト欲しかったですね。確かにそうですね、やっぱ1個でちょっと1個や取るだけでも我々からしたらすごいことなんで、そこで満足しちゃうんですけど、はい、やっぱここはねダブルプレーを取りに行きたかったですね。そうですね、ちょっと貪欲に行きたかったですが、うん、
ンスいっちゃって。おー、いいスイングですね。でもあれもおそらくスローボールで落ちてきた球なのかなと、うん、ナチュラルフォークだね。そうですね、幻の 3球目変化球。しかし2ストライク。ここでパームかな。これはいい落ち。めちゃくちゃ落ちてるな。いや落ちてるな、綺麗だな。パーム、ただ早く落ち着きなんだよ。そうですね、やっぱその足りないんでしょうね、この普通に力が足りね、あの押し出す力、疲れてるね、はい、うん、だいぶね、あのベースの前でバウンドしちゃうの で、 そ う、 です、ね、そうするとキャッチャー取れませんからね、はいはい、もったいないですね。これ生かしたいですね。あれが本当にもうあと10センチ20センチ、はい、あのホームベースに近づくだけで最高のボールになるんで ね、 でね、手澤君にはもう走り込みをしてもらって体力をつけてもらうしかないですね。さあ満塁でスリーボールにはしたくないんですが、ここはフルカウントにしてしまいました。アンバントですからね。うん、もうストレートしか投げれないよという状況で、ど真ん中に投げるわけですが、おお、ここをね、うん、しっかりカットしてくるんですよ、ね。やっぱど真ん中に行かないもんね、今のも。なんかちょっとインコースに食い込んでいくというか、やや厳しめのボールに自然となっていく。はい、そうですね、おもろいですね。面白いですね。ガチャ。笑ったんじゃん。なんだ今の価格。ナイスボール。ナイスボール。あれ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 。なんかあったみたいですが。何を言ってんだこいつ。待ってますよね。今の球なんですかね。今のでもストレートなんですかね。ですよね。さすがに。だいぶタイミング外してましたけど。はい、なんか読みがあったんですかね。ナチュラルチェンジアップどうですか。球速が落ち着いてる。ただこれでもう、2アウトですよ。はい、ここで1球目から、1球目か、あ、これは平凡なセカンドゴロで3アウト。いいですね、落ち着きがありますけど、うん、やっぱ2アウトになってるんで、あの前進守備も解除されて ね、通常の守備位置だったら怖くないので、はいはい、落ち着いた守備でしたね、今も。さあ、ノーと満塁1点で抑えました。はい、素晴らしい。11対1、ルーム野球部10点リードです。1111111、耐え耐え耐え、メッサンナイス、よいしょ、メッサンでよかった、セカンド。あのちょっと報告がありまして、はい、え、なんすか、1回の、はい、僕の工作、ちょっと1回座りに座ってください。1回のあの工作覚えてます。ああ、最初に手伝ったやつ、はい、あれアドレナリン出てて気づかなかったんですけど、はい、怪我しました。ちょっと、え、歩くだけで痛くて今、どこをやったの。どうだったんですか。ここ多分ブレーキかけて、いや、リアルなところを、ここ痛くて、あの変わっていただきたい。お前誰かあるじゃん。誰かあるじゃん。誰かいないですか。いや、普通に考えてトクがショート行って、うん、カワシーがファースト来て、で、サオショーがライト入るしかないな。そう、ということでね、なんと不測な事態が起きてしまい、はい、ね、屋台もね、坂薙選手ここで途中交代となってしまいました。坂野ですね。ちょっとやっぱね、制裁を変えていたんですけど、ね、あの体が痛かったんならしょうがないというか、うね、なるほどという感じですね。無理、アドレナリンが出てかもしれないですね。結構坂薙にしては珍しいようなね、イージーミスもしてましたしね、はい、さあ、ということでね、沢翔というあの一応なんかあるかもしれんから来るだけ来ときって言っといたやつが、2番ライトに入って、ライトの、川氏、良平くんですね。良平くんが、ファーストに入ったのかな。で、ファーストの徳くんがショートに回りました。三翔くんは経験者なので中学校野球かな。中学校野球でしたね。のでまあできなくはないよと。そうですね。いう感じですね。だから一応あの助っ人として呼んでいたらまさかの出番がっていう。これは見事にアウトロー変化球で三振、空振り三振。ナイスピッチ。さあ、トックンもね、ここまで三振とフォアボール、はい、まあ綺麗なヒットがありませんのでね。そうですね、そろそろ出るんじゃないかな。ここいいですね、このスライダー欲しいですね、うちにも欲しいですね。投げれるようになってもらいたい。わあ、いい球。旅立というはこのことですね。そうですね、今の気持ちいいね。もう一回見たいね。うん、ちょっとね、遅めの球もあるので、うん、
さあキャッチャーアウトローに構えますが、おお、ここに変化球、あれは100球投げられても100球打てないですね。そうですね、あれはね、もう今こうやってファールにするのが精一杯。ここで一つ大きいの欲しいですね。おっと、ボールを当てた、難しい球に手を出しまして、ショートよく取りましたが、これは判定セーフ。ショートすごい飛び込みでしたね。あれ、ショート見せ場ですね。そうですね、すごかった。いやー、これ二人とも精一杯のプレーなんでね、しょうがないんですけど、はいはい、ファーストからしたら取ってあげたかった、ね、ファインプレー完成させたかったという気持ちがあるかもしれないですね。優しいですね、宇田穂選手もね。さあ、しかしノー、ワンアウトか、ワンアウトでランナー一塁。さあ、あっという間に2ストライク。うまいことをね、ここはつなげたいですが、ここからはね、打順下がってきますので、大きな当たり、これはセンターに飛んでいるが、センターこちら向き。最後ちょっと危なかったですが、ね、ナイスキャッチ。センター普段に倒れて、2アウト。守備も硬いですね。そうですね。あ、かっこいいですね。おー、ここでちびっこ登場。容赦ないですね、うん、低めの速い球、まあ、ちょっと僕の読みとしては、東海オンエアにデッドボールは良くないって言って、はいはい、インコースに投げてこないだろうっていうなるほど、怪我させるわけにはいかないとという姑息な読みがあったんですけど、さあアウトコースに、うん、ここはノースリー。やっぱちょっとちっちゃくて投げにくいんですかね。あ、可能性は結構あると思いますね。スリーボールなんでね、ちょっとここはつなげたいところを後ろに。うん、ストライクか、うん、いやでも身長ちっちゃいんで、うん、かなり低めでしたけど ね、まあ、いいでしょう、これくらい。さっきの球がね、怪しかったですね。これはボールです、ね、よしよしよし、ナイス選球だ。でもやっぱね、ボールになった球もいやらしい球ですね。そうですね、いい球ですもんね、うん、狙ってますよね、ちゃんとコース、うん、低めで打っちゃう人もいるんじゃないですかね、あの球。打つ気満々の人はね、バット出ちゃうかもしれないですね。狙ってたら振っちゃう。さあ、ここいいところない、哲也くん。はい、凡退でもね、かっこいい凡退と、しょうもない凡退があるんですけど、はい、しょうもないの2つしてるんで。そうですね、本当にいいとこない。なんとかしてほしいですところ。ああ、いやでも今のはね、初球で来るとカーブかな、打てないです、スライダーかな。コース甘かったんですけどね、ちょっとびっくりしちゃいますよね、はい、ああ、続けてきた。おっと、これはこの顔になっちゃうよね。いや、これピッチャー気持ちいいですよ。気持ちいいもんだって。いい、ね、ああ、もう一球、あーもうかもられちゃった。かもすぎる。悔しい、これは哲也さんも舐められてる。ましたね。見事に。これで0点で終了、はい、11対1。さあ、ここまで前打席出塁のゆうやくん。おっと、これは初球で、これは打ち上げた、レフト前、あ、ショートですね、ショート抑えて初めての凡退、はい、うん、2番抑えるの大きいですね。そうですね、これだいぶ我々からしてもね、勇気もらえますよ ね、 そうですね。さあ、そしてこちらも凡退なし、よっち。これ本当ね、よっちさんが立った時はレフトの利光さんと会話して、下がれ下がれっていうのをずっと会話してたので、うん、だいぶ深めに守ってますね。やっぱスイング見ても流す気一切ございません。そうですね、本当に引っ張り、うん、なので多分ね、次からも生徒君は三塁線に締めた方がいいかもしれない。そうですね。うわー、全力で強振でやっぱ振ってますね。これはスイングアウトですかね。あ、なるほど、初めてですかね。そうです、そうかな、あ、
スイングアウト初めてではないですけど、うん、まあファールかどっちかなっていう感じでしたが、審判の判定はスイングアウト。はい、さあ、なほですよ、問題は。ここまでいいところなし。こちらもね、ウーム野球部で、うん、まだ見せ場のないなほ選手。おお、美しい火の出るような打球がセンター前に。クリーンヒットですね、うん、当たりですね。シャープに振り抜きましたね。1球目から狙ってきましたね、うん。いやでもちょっとシングルヒットじゃなーって思いますね、これは。ファーストまで思いっきり走ったんでしょうね。うん、ツーアウト。ここ でもう一回、おっと、これはライトに飛んでいるか、ライト、おっと、これは交代した沢翔ですね。沢翔見事キャッチして、なんとここで久しぶりの無失点、はい、ゼロを刻みました。素晴らしいゼロで、ナイス、抑えられましたね。いや、いいよ、いいよ、いいよ、サンキュー。 あ、監督いいよ、俺がいなくなった途端、ナイス、途端にいいな、お前アリシングの箇所すごいな、お前。バジバン、まあ、もう交代はいないです。あ、え俺、あの、実はダイビングした時、言わすって言ってた。言わすってた。まあ、言わないのかっこいいな。結構重ためなことや。言わないのかっこいいな。大丈夫でしたか、両足の釣りは。いや、本当に立てなかったです。あれ、カメラ映ってないですけど、本当に立てなくて、膝ついてました。中継に入れなかったです。じゃあちょっとね、東海オンエアーズも新メンバーを入れなきゃいけないです ね、控えは必要ですね、大人がやるには、ね。さあ、前打席フォアボール出塁しているミトロ爆弾君、ここは味を占めてね、もう一度四球で出塁したいところですね。そうですね、でもここでちょっと思ったのは、うん、当てても多分飛ばないと思ったので、うん、とりあえずちょっともうずっと見ようと思ってボールを、うんうんうん、ほうほうほう、剣で2ストライクになったらフローっていう考えでした。あ、なるほど、覚えてる。本当はね、あの、引いてないもんね、全然。でここでちょっとやばいってなって意識を変えてます。顔に出てますね、全部。やばいってこうして、ね、うわー、これは見事、ナイスキャッチング。マットに当てたんですけど ね、 ね、はい、キャッチャーが取るとスイングアウトになってしまいますのでね。そういうことですね。さあ、ここで、2打席出塁、バジマ。いや、いいですね。いいですね、1球目から。うわー、でもここね、危なかったんですよね、うん。いくつだったら追ってませんからね、ここまで。いや、本当に、うん、ここまでやんないと野球ね、分かんないんで。ちょっと広いんですよね、サード側のファールゾーンがね。うん、あら、やらしい。おー、なんですか、今の。意味ないですからね、これ実は。ピッチャーの足を動かしてどうのこうのみたいなね。そうそうそう、ないんで、うん、多分ね、思ってますよ、まさくんも。誰だこいつと。ただのマネージャーですからね。おお、やっぱこれ振らないんだね。なんか落ちる球見れるんだね、待つね、うん、僕ね、すごい。いや、勉強になるな、このビシッとくる球を。おお、打った。あ、これはいいとこに守ってましたね、ショート。ショートいい動きしますね。ショートやっぱね、上手い人がいると硬いんですよね。今打球も決して弱くなかったと思うんですけど、うす、ね、もう当たり前のプレーでした、はい、ね、アウトにされてしまう。さあ、ツーアウトランナーなしで1番に帰って利光、もったいないですね。なんとかランナーを貯めた状態でね、利光に回したいんですけど、そのためには8番が頑張らないと。1番、9番が今回ダメだったな。とちみさん、やっぱちょっと頼もしく見えますね。そうですね、うん、なんか全然おじけづいてないというか、ツーアウトだけど全然こっから打つみたいな姿勢が見えますね。さあ、引っ掛けましたが、これショートで騙しましたが、ショートナイスプレー。かっこいいっすね、今なんですか。いや、今のはね、そう、あの、軟式野球なんでね、ボールがこうやってパーンと跳ねたりするんですけど、見事にカバーして、なんならもう見せプレーみたいな感じでね。
さあ10点リードの海野球部ですかね、はい、最終回の攻撃です。ただ哲也さんもね、もうこれ7イニング目なんで何球投げてるんですかね今日。普通の野球だったら11点取られるピッチャーを7回まで投げさすことありえないですからね。ただ10点差で済むんだってところはありますね。そうですね、まあ、そうですね、改めて振り返るとこの回をしっかり抑えることができるかというところなんですが、この回ね、哲也選手顕著にちょっと疲れが見られて、そうですね、そうですね、だれてると言いますか、なかなかコースが、うん、ちょっとね、投球のテンポも悪くなってきてるかなというような印象を受けます。もう多分内心この今から3つストレート投げるのあれだで、はい、フォアボールでもいいやくらいの気持ちで投げてるんじゃないですかこれさあこれはしかし内損じのセカンドフライ、セカンドフライ、セカンドナイスですね。そうですね、セカンドエラーしないですよ。エラーしないですね、まあ、あの変な悪送球が1個ありましたけど、はいはい、これは評価上がりますね。上がりますね、うん、セカンド安心だね。ちょっと荒れてますね。そうですね、ここへ来てさらに一段と荒れが見えますね。そうです、哲也があのまともに外野守れるんだったら真島と交代すべきかなと思ったんですが、そうですね、真島くんも左ピッチャーになる。そうですね、実はね投げ経験者ではあるので、うん、てか普通に一番いい球投げるのは真島なので、そうですね全然馬島がエースでいいんですけど、東海オンじゃないので、そうですね、難しいところですよね、はい、そうですね、ずっと僕がここに移り続けることになるのでまずいさあストライク入りません。哲也頑張れ。スリーボール、うん、いい球ではあるんですが、これをねツーストライクの時に投げたかったですね。そうですね、うん、バッターがねこうだったら回ってたかも、バットもね、疲れてる疲れてますね。おお、いい、うん、どうですかね、球速はやっぱり落ちてるんですかね。落ちてると思いますよ、というかまあ不安定ですね、だいぶなんかふんわりいくときもあれば、うん、うまく引っかかったら今みたいな、あー、なるほどなるほど、投げてる気がしますね。ストレートがね、あの質がね、そうですね、バラバラになってきているというか、まあ、そういうところも課題ですよね。キャッチャーの返球の方が早いんじゃないかって感じしますもんねこれピッチャーとキャッチャー変えてもいいんじゃないですかね高めにこう抜けてるところがありますね、やっぱり低めに行くっていうよりかは、うん、うん、そうですね、コースは悪くはないというか高さはいいんですけど、高さかコースかどっちかがやっぱりガバガバになっちゃいますね。大きく外れてますね。おお、これはいい球、これはん、なんだなんだ、あ、サード抜けられてるじゃん、止めたように見えた、触りました、いや多分触れてないです見た目だけ意識して飛び込んだだけかもしれないあっちゅう間に横抜けてるさあここはヒットでつながれて二塁一塁、インコース外れてワンボール、うん、うん、疲れてますね、疲れが、あれあれ金玉に当たっちゃいましたかこれありましたね、そのシーン、うん、あったかも、ありましたね、これ痛いんだよな金玉に当たっちゃうと、ね、あ、痛すぎる痛すぎる金カップをね入れてないとね痛いんで、軟式はね、うん、ほぼほぼ入れないんで大丈夫じゃねえよお前が投げたんだよっつってキャッチャーも大変ですね。これはどうだ、あ、難しい、抜けるんですね、ここちゃんとセンター返しだからね、抜けるんですよねこの打球は、いや、ここであれも難しいですか、あれは難しいですよね、そう、まあ取れないんじゃないかな、基本的に真ん中なので満塁になってしまった、ここは無失点で切り抜けたいですね、最終回の攻撃に向けて、ね、これ以上はちょっと取られたくない、やっぱ押し出しはねちょっと士気が下がっちゃいますね、そうですね、ちょっとやっぱ
こう打たせて取る野球がね、うん、ヒットだったら、ね、こうまあ、相手チームがですけどこう盛り上がりはありますが、ここはおーっとファーストが取ったんですが弾いてしまいましたね。強い打球ファーストなんとかミットに当てたんですが、弾いてしまって1人ランナーが帰ってきてし12対1、はい、さらに1点追加を許してしまいました。まあ、今のはねファーストも当てただけすごいなという感じですかね。そうですね、止めただけでもバチバチに捉えられてましたんで、初球打ち、初球サードゴロ、これはサード、はい、落ち着いてホームに投げてバッターアウト。もう脳内真っ白来たと思ってやめちゃったと思っていや、お見事お見事、いやギリギリでしたね、うん、これで、ね、内野も元に戻れますし ね守備位置は。さあ2アウトまでこぎつけました。あと1人、哲也頑張れ。さあ満塁で回ってきてますよ、見せ場、見せ場ですね、うん、ウーム野球部としては。これは高め手を出してショートを投げたが悪送球、これは普通に悪送球だ。ちょっと今あのジャンピングスローみたいなことしてたよね。そうですね、なんかねそんなことやってたんだっていう感じですけど、ちょっと調子乗っちゃいましたね。ちょっとカッコつけちゃったかもね。ですかね、徳くん。これで2人ランナーが帰ってきてしまいました、はい、14対1ここでまたこいつに回ってきてしまった。どうだけつなんやろ、クリーンヒット、あー万歳しちゃうんですよ、万歳さわしょうが、ここは外野をね抜かれたらもうホームランですからね。そうですね、綺麗な万歳でしたね、うん、綺麗でしたね。走者一掃のスリーランホームラン、17対1、ホーム野球部16点のリード、16点差。一人だけ変な服着やがってまさか今日出るとは思ってなかっただろうに。まあ、軟式ボールはね思ったより弾みますから ね、慣れてないと久しぶりやると分かんないですからね、うん、あれね。さあ4つで切りましょう。おお、いいスイング。もうなんか最後だと思ってホームランでいいよっていう感じのスイングですね。ソロホームラン狙ってるんですかね。いやでもこう最後ガチンコの熱い勝負見たいですね。そうですね、何球投げてるんですかね。どうなんでしょうね、数えたくもないですけど。そうですね、まあ、100球はね普通に考えたら投げてますし、投げてそうですね、すごいな。なんなら200投げててもおかしくないかな。200、ね、割とその、ね、3ボール1ストライクとか、うん、結構投げてたりするので、まあ、あと17点取られてますからね。そうですね、シンプルに1イニング長いっていう。まあ、ちょっとあの暇な人、ね、数えてコメント欄で教えてほしいですね。パワプロだったらもうあのピヨ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 もう通り越して鳥がね、うん、終わってね。まあ、とかえずね、あのピッチャーの育成と哲也のねスタミナのアップ、はい、これはやっぱ急務ですね。そうですね、早急に。わあ、これはあと止まらなかった。いいコース行きましたね、最後いいコースですね。喜んでますね、もうランダムに行きましたね。膝元いい球行きましたね。さあ7回の表6点を追加して梅野球部16点のリード。最終回東海オンズの攻撃は何番からでしたっけ。よっしゃ、あとはさよならだけ。簡単な話や。すごいな哲也、最終回ずっと変化球だったもんな。ねえ、全部ナックルだった。1回え？いやだってレッドから見て全部だって投げてるか、沈まし落としてるかの。皆さんピッチャーが変わりました。あれあれあれあらあらザホちゃんじゃないの。どういうこっちゃ。あんま見ない体型だなピッチャーで。ちょっともうねえ、エンタメしてくれてるってこと？そんなやめられてどうじゃないのこれ。ちゃんと打たなきゃこっちが。え、今回サーショーから。ラジオからまずい、これ3本だと東海より回らせる。東海より回せー、何でも回らんぞ。ラジオ回せよ、頼むよ。
さあ東海の最終回、東海の攻撃は2番サバショーからの攻撃です。サバショー、さあさっきも言ってましたけど、これ2番からのスタートなんで、はい、2番、3番、4番、5番まで東海はいませんので、そうですね、2人塁に出ないと、そうですね、誰やねんのまま終わってしまいますこの試合。切らずに終わっちゃう、これだけは避けたいですねっていう一心で皆さんここに立ってますからね。そう、みんなあの俺がアウトになるわけにはいかないでやってますからね、これ。ね、そして、ね、はい、梅野球はピッチャー、ナホに交代ということで、はい、ナホね、この体格の割に軟投派というか、そうですね、うん、こう、ゆっくりの球多いというか、そうですね、コースを丁寧についてくるタイプのピッチャーなんでしょうか。はい、さあ、沢翔、未知数ですが、バッティングの方はどうなんでしょうか。なんか、なよっとしたフォームをしてますけどね。ヘラヘラしてるフォームしてますよね。うん、なんかなんだろうな、別に変ではないんだけど、なんかなよっとしてるんですよね。いや3年間しか野球やってないからっていうのはあるかもしれないですね。ますね、小中じゃなくて中学だけっていうのは。はい、あー、スイングアウト。いや、いいコースでしたね、しかし最後の球も、あれは手が出ちゃう。ナイスボール。よよ、あと2人です。やばい、みんな俺で終わりたくないって顔がここから続きますからね。鉄よりさらに遅い球を使ってくるタイプのピッチャー、はい、そうですね、これは鋭い打球ですがサードゴロ。あー、足が遅い。おい、歩いてた？走力 G じゃん。走れよ。走ってたよ。一生懸命。強いぞ。アウトでバクバクしてる。アウトでバクオジだ。バクオジ。さあ、ツーアウトでバクオジに回ってしまいました。いや、ここで終わってしまうと。あ、この顔はもう俺で終わった顔。これ諦めてる顔ですか？あ、特背番号6番なんだ。めっちゃいい番号もらう。わあ、これで終わってしまう。しかし1点しか取れてないのもね、悔しいですよね。そうですね、実はね、1点しか、まあ、勝てるわけないとは、ね、思って勝負にお願いしてますけど、さすがに一心二心報いたいですね。そうですね。おお、いい球ですね、これは。2ストライク。これはまずいんじゃないですか。ナホさん、最後何投げようかなって、もう何で試合を締めくくろうかなって考えてますよ。まだワンボールですからね。うん、おっと、ここは大きく抜けて、ツーツー。これまたスリーボールになるとちょっとフォアボールがちらついて、そうですね、積極的にいけなくなっちゃったり。おっと、ここはデッドボールですか？デッドボール。あ、おっと。あ、審判に呼び止められてますね。避けてないのかな。これは避けてないということで、ボールの判定になっちゃいます。これはね、せっかく抜いてるチャンスでしたね。回したいっていう欲が出て当たりに行きましたかね、これ実は。俺のターン終わりでって。審判よく見てましたね、これは。よく見てましたね、許さないですね。ダメだよ、それはって。いくらエンタメのね、試合とはいえ、はい、スポーツマンシップは。お、どうだ、サードゴロ、サードゴロ、これは投げられない。ナイス。あー、いや、こんぼいけど。いいね。アクロー、ナイスー、アクロー、ナイスー、アクロー、ナイスー。うわ、これは本当に綺麗だ、本当に楽しい。ゲンダぐらい綺麗だった、今のやつは。さあ、カーシー来たよ、カーシー。今のね、今のヨッチのエラーもわざとなんじゃないかとすらね思ってしまうくらい。なんとかつなぎました。はい、さあ、ただもう一人じゃなきゃいけません。そうですね、実はね、まだね、まだ出ないんですよね、東海オンエア。次が虫眼鏡なので、はい、カーシーも寡黙ですけど、さすがに終われないと思っているはずです。思ってますね、内心でね。
思ってるんでしょうね。ちょっとうなほさんの球が、ね、パラパラと、ね、散らばり始めましたかね、はい、これいい球です。おっとこれはこれショートバンジキュースか。おーおー、ファーストベース離れている。これはウーム野球部に少し守備の乱れがありましたかね。見られているのか、それともわざとなのか、ね、最後まだツーアウトだからもうだ完全にあのね、サードゴロショートゴロですか、ね、そうですね、丁寧にこう投げて、ねね、うん、やればいいんですけど。さあバッターメガネくん初球スイング入れてきましたが、もうハエが止まるかと思うほどの遅いスイング。やっぱ見ると遅いなスイング。なんかタイミングがこううまく合ってないような。そうですね、もうちょっとコンパクトにシュッと振った方がいいのかな。さあツーストライク、ツーストライク、次の1球で終わってしまう。おっとここは背中を通るボール、大きく球が釣れましたね。いやここ終わりたくないですよ。でもここ僕ででもここで繋いだら繋いだでこれは危ない。おっとおっ、ファール、ファール、危なかったですね。またサードゴロで引っ張り癖が出ちゃいしまいましたね。出ましたね今。やっぱちょっと球もねこの遅めとなのでね、はい、やっぱちょっと体が開いてね引っ張っちゃいますかね。とツーストライクツーボール、ちょっと大きく高めに外れてスリーボール、連続高めに外れてきました。さあここ虫メガネさんどうでしたか、心境。ツースリーですが、これはフォアボールしかないと思います。フォアボール狙いで、おこれは見逃してフォアボール、フォアボール入りましたね今。絶妙にこう上がってくるね球だったからね。そうなんですね、やっぱちょっと高めの球なので手が出ちゃったんですけど、やばい、これはやばいじゃない。ここで終わろう。ここでさて、ここでさあ2アウト満塁でバッターはこれがいわゆる満鉄ですか。こんなベンチ誰もおらんことある来ました。さあここでやってまいりました、東海山の哲也。ここまで7イニングの力投17失点。少しでもいいところ見せたいですね。バッティングでいいところ見せたい。ナイスボール、打って変わってちょっとまっすぐめな球を投げていましたね、うん、岡田さん。やろうと思えば多分いつでも投げれるんでしょうね。あれだけど多分ちょっと最後に一花、はい、なるほど、出してくれようとしたんじゃないかな。それが京都出た京都出たただもう徹夜なんでね、ここは真剣勝負、ね、追い込んでますからね、うん、ダフさん。さあ2ナッシング徹夜いい笑顔ですね。何と仕留めてやろうか。哲也さん真剣な眼差しに対してダフさんいい笑顔、うん、バットバカ寝元でした。手に当たるんじゃないか、手じゃないかっていうぐらい。でもいいスイングでしたね、うん、振るならちゃんとね、さっきみたいにね中途半端なスイングだけは。そうですね、見逃し三振でね試合終了はちょっとね、はい、ないですね。あ、でも真剣いつになく真剣な顔してますよ。真剣な顔ですね。うわー、当たった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 。ヨチさん、これはエラーか、サードのエラー。あれヨチが走った走った、エラー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 、ヨチヨッチはこのイニングだけで2つ目のエラー。そうですね、先ほどもありましたから、これはちょっとわざとやってると言われても仕方がないですね。そうですね。さあここでまだニトロ爆弾、そしてニトロ爆弾を切り抜ければ経験者にもあるんで、そうですね、なんとかここで繋いでほしい。内心繋いでほしくないと思ってたんですけどね僕は。これはどんな気持ちだったんですか。まさか回ってくると思ってなかったどうしようか考えてますねこの時は。
でも初心者から見て稲穂さんは球が速くないので、うん、まあ、よく見たら打てるのかなと思ってたんで、はい、なるほど。そうですね、このなんていうんですかね、この縦カーブというか、はい、みたいな球が投球の軸になってる感じはしますけど、ちょっとこれがね落ちきらないというか、そうですね、高めに抜けてる感じがありましたね。これで3ボール、これはねもう振るわけないじゃないですか先ほども言ってましたもんね、うん、これはフォアボールを選んで馬島につなげます。回ってくるんですよね、これがルーパンするんですよさあそして押し出しで1点返して17対3、じわじわ来てますね。あと14点、14点アウトを1個も取られずに14点。まだこっからよ、馬島つないで、回ってくるぞ、次つなげ、ベンチに東海オンエアがおらんみんな塁上にいますからね。そうですね、うん、出てますから。さあ輪島俺も緊張するだろうなおいややっぱ縦に落ちるもん球はね、うん、そうですね、輪島は ねこうワンバウンドとかそういうのを 見逃せますんでね、ちょっとなほどの相性は良かったかもですね。これね、ちょっとバット短く持ってるんですよね遅い球だけどちゃんと当てようと、当てようコンタクトしようと、そう、はいはい、ビヨンドだけどちゃんと短く持って、さあ、ナホちょっと、そうですね、結構ストライク入りません。3球ともボールで来てますが、おっと、ここはデッドボール、デッドボール、さらに押し出しで東海オンエアが、4点目かな。ここで1番へ、うん、バッター打順1番に戻ります。マジですごい、粘るぞ、こっからとしみつまで回ったよさあここで回ってまいりました、この男、9回裏ツーアウト満塁、すごくいいところで回ってきたのかなと思いますが、うん、ちょっとうなほくんもね、いや、なんていうんですか、ボールがストライク入らないと逆に入らなくなるじゃないですか、はい、焦って、そうですね、はい、それがあるんかなと思ったんですけど、この年光の初球2球目見る限りではちょっと持ち直したのかなという感じはありますね、うん、おっとこれもボール判定ですかね。いや、ここで2ボール1ストライク、いや、ここでいい、さあバッティングカウント、打球したいですね、うん、外に外れで3ボール、そうですね、ちょっとインコースでね当たっちゃったんで、うん、投げにくさあったかと思うんですが、3ボール1ストライク、おっと、おー、振っていく、スイング入れてきましたね。あ、でもこれでこそ、そうですね、エンタメ野球ですよ、はい、やっぱ最後気持ちよくねバットに当てて終わりたいですね、終わりたいですね。これは見逃してフォアボール、さらに押し出しで東海オンエア1点追加、17対5となりました、はい、ランナーの哲也帰ってきました。ダホもさすがにちょっと笑ってる場合じゃないというところでしょうか。そうですね、ちょっと厳しい表情が今見えましたねさあしかしここで一周回りましたね、一周回って沢翔に打順が回ってきました。沢翔ね、先ほどはもうなすすべもなく三振に倒れていたので、はい、ここはなんとかつなげていただきたいですね。ただここでね、この流れでスイングを入れるのも怖いですよね、はい、そうですね、変にこう力んで、ね、ピッチャーちょっとストライク入ってないので、はい、立っとくだけでもいいんじゃないのかと、そうですね、そういう思うところですが、すよね、しかしちょっと厳しい球手出してきましたね、はい、緊張してるんでしょうね、おそらくさあ最後の1球になるのか、おー、きれいなセンター前、センター前ヒット、さあ勝利、ナイス、タイムリーヒット、これは6点目のが入りました、東海オンエアズ借り返して、さあ勝利、流れが、いやこれねすごいことですよ、この緊張する場面で、そうですね、きれいな、すごい打球で、みんなよく粘りますね。いやもしくは2アウトランナーなしから ね、5点取ってますんで、粘ってますよ。
さあここから東海はいないぞ。まあただその分ね、あの野球は上手い人たちなので、ね、そうですね、つないでくれると信じて一周回ってるんでね、東海オンエアじゃなくて別の人が終わってもまあギリ、まあでも終わりたくないんじゃないですか自分では。ナイスボール、ナイスボール、真剣な表情ですね。ふたさん、さっきふたさんね、ずっと盛り上げてくれるしね。そうですね、キャッチャーも頑張ってくれるし、ね、いいムードメーカーというか頑張ってくれてますよ、はい、ね、お肉大好きだから、ね、29。さあ追い込まれてしまった、ツーストライク、おこれは1球見て見3ボール、外に曲がっていく球、うん、スライダーですかね。キャッチャー真ん中に構えました。最後の1球、おっとこれは大きく外れて、さらに1点追加、ボトル、とりあえず7点、10点差に迫って迫った、だいぶ10点差に迫ってきました、迫ってきた、なほもちょっとこのねボールが思う言うこと聞かないよというような、そうですね、あと1球がちょっとね、この指先の微妙な感覚ですからね、ボールを投げるって、まあ、ただ結構変化球とかも使って、うん、いろいろいい球はところどころでいくんですけどね、はい、さあここで爆おじ、まさかもう1回回ってくるとは思ってなかったでしょう。思ってないですね絶対。バックジュ打ちました、これはサードゴロ、サードこれ今度こそ取って一塁送球、一塁はアウト、試合終了、アウト、イエーイ、アウトということで東海オンエアの初戦は7対17で風味野球部に敗れ、はい、黒星発進となりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうでした？いやいや野球ってこれなんですね。野球ってこんな面白いんだ的な、ほっついっすわ、本当に楽しい、あー、楽しいよね、めっちゃ楽しい、ボロボロ負けでしたけど、うん、楽しかったね、いやそれが一番いいね、その結果通り楽しくお互いにプレーができたっていうのがやっぱ今日の一番の、収穫だったかもしれない。ただちょくちょくベンチに知らない人だけ残ってあん時だけヒヤッと俺らが塁に出ちゃう、ね、ここ出塁して出ましたみたいな、知らない人だけが今まともに映ってるみたいな考えちゃう、東海はあと1人2人欲しいって、欲しいなって、主砲、あーどっちだろうな、まずどっちか重点的に誘って、そしたらもう1人も来るしかなくなるじゃん、どうですか、あの野球経験者からして課題というか、課題はね、あのまあ、ちょ結構見つかったんですけど、ね、うん、やっぱりまずあの守備をしっかりすることと、マジでね、あと、ね、まあ、ヒットを打つこと、ピッチャーが7回投げ切れること、全部ですね。今たまたま試合が成り立つギリギリだっただけだよ、ギリギリ、ほんとギリギリです。でもね、めちゃくちゃ面白かった、いやでもこれでね、沢翔はちょっと今日ね、育成選手だったんですけど、うん、今日の活躍で、確かに一軍昇格という、一軍昇格だよ、出て初っ端でフライ取りましたからね、そう、沢翔のユニフォームを作ってあげよう、うん、うん、確かに、あの会10万円だから高すぎんだよな、この部活、個人的にやっぱあの中学の同級生が、いや、よかったね、スライディングであの最後の夏を終えたみたいな感じになってめっちゃ熱かったな、僕はいいね、おもろすぎる、デッドボールの次の打席ね、あいつの野球今終わったんかなみたいな感じが全然立ち上がらないからちょっとチーム増やしたいな、しかし、そうね、マネージャー欲しいな、可愛い、うわー、マネージャーね、だいぶ変わるね、うん、それやっとるか、じゃあ部員募集します、はい、募集します、マネージャーもともに、それでね、7の回で見てくださった皆様ありがとうございました。ありがとうございました。今回の夏はこれからだ。